ティーチャーはユイの小学校から呼び出しを受ける。ユイが上級生に暴力を振るったらしいのだ。うなぎと一緒に小学校を訪れたティーチャーは、いじめを止めただけで暴力は振るってないと主張するユイの言い分も聞かず、ことを荒立てないために早々と謝罪。ユイの気持ちをないがしろにするティーチャーを、うなぎはユイちゃんは間違ってない。正しいことをしただけ、と珍しく強い口調で非難する。うなぎがムキになってユイをかばうのには理由があった。実は1年前、うなぎは勤めていた御殿会病院の医療ミスを報告したために病院をクビになっていたのだ。今のユイと同じように、ただ純粋に正しいことをしただけなのに。その御殿会病院の新しい院長、横山から、うなぎは1年ぶりに復帰の打診を受ける。一方、2年前の爆破事件の真相を追う奥住は、これまでの取材を整理しつつも頭に浮かぶのはティーチャーのことばかり。完全に恋心をこじらせていて、そんな中、ティーチャーに新たな依頼が舞い込む。依頼人は、ティーチャーが研修医時代に勤めていた海洋病院の外科医局長、北沢史郎。ユイの父、寺島光一の友人で、ティーチャーが2年前の事件の黒幕と睨んでいる男だ。その北沢から、自らの医療ミスによって膵臓がんが進行してしまった患者、橋爪正孝のオペを依頼されたティーチャーは、2年前の事件について知っていることをすべて話してもらうことを条件に依頼を引き受ける。ところが、ティーチャーの報告を受けたうなぎは、医療ミスの隠蔽に加担したくはない、とオペの参加を拒否。ティーチャーは引き止めるどころか、金輪際カンパニーとは関わるなと、うなぎに首を宣告する。今度の依頼は医療ミスの隠蔽。カンパニーに亀裂が生じる中、髪の毛一本に命運を託す緊迫の密室オペが始まる。ドクターチョコレートを絶体絶命のピンチが襲う波乱の第4話。チャンネル登録してね。